時をかける熟女。女さん、男はちょっと差別ぐらい、ちょっと差別ぐらいで文句言うな。女性は何千年間差別されても我慢してきたんだぞ。ちょっと男性差別されたからって文句言うな。こっちは何千年間女性差別されて我慢してきたと思ってんだ。バカ男ども甘んじて受け入れろ。仮に何千年間女性差別されたやとして、お前はされてないよね、別にね。お前は何を言ってるんだ何千年生きてたんですか、あなた。イモータルな存在ですか。ジイモータルですか、あなた。時空を超えてるんですか。あの前に言ってたあのコラボの会見の時に出てきたあいつらみたいに時空を超えるんですか。女性は百何十年前に選挙権を得る時にめちゃめちゃバッシングされたんですよとか。いや、お前生きてないよね、その時ね。お前関係ないよね、その話にっていうね。で、仮にそれがそうなんやろうけど、今は違うんやから別にいいやね。何千年間女性差別、うん、こっちってだから、なんで、まあ、その、今までの、今はその歴代の女性たちの代表をずらしてんの？お前が。で、今はそんなことないんやから別にええやんけ、それ。お前はその、何千年間差別されてきた、なんかどうか知らんで俺は。それが、そうや、仮にそうやったとしてさ、その人らの我慢の上でお前らは今いい思いしてんだから、文句言う筋合いなんかない。お前らこそ文句言う筋合いないやん、別に。お前らは別、差別なんかされてないんだから。ね、時空超えフェミニストほんま好き。時をかけるフェミニスト。ちょっと男性差別されたからって文句言う。何千年生きてるのかな、この人。魔女狩り。すげえな。すごいすごい、なんかすごいすごい。はいはいって感じだな。何千年間も差別されてた自分とは関係ない女性のことを持ち出して怒るバカ。1万年と2000年前から1万年と2000年前から差別されてるか。あんまり知らんけどあの歌アクエリオン。なんで何千年もかけて退化してんの。